それが今日の、授業なんですけれども、まず最初に、まあ、前回最後 の授業でですね、最後の方に説明した定理について、もう少し丁寧に説明しておきます。で具体的には、その全ての行列が簡約階段行列へ変換可能という定理、そしてその簡約階段行列が一時的に定まるという定理をやったんですが、ちょっと時間の関係であまりこう記述がですね、はしょってしまいますので、もう少し丁寧に定理を書いておきたいと思います。一応ですね、確認なんですが、今これから板書する定理の記述はですね、大雑把な文章は前回の授業で皆さんノートに書いていると思いますので、まあ、適宜その場所に補って書いてください。でまず、定理 2.1 の、その、まあ、全ての行列が行変形によって簡約階段行列に変換可能であるというのをもう少しきちんと書いておきます。A を、まあ、M 行 M 列の行列としまして、でこれまあ2位の行列にしますけれども、でこれに対して、その、まあ、ある行列ですね、M 行 M 列の行列 B。そして、この B は、正則行列です。で、すべての MM 行列 A に対して、M 字の正則行列 B というのが存在して、で、どういうことが成り立つかというと、この B を A の左側からかけますと、この BA が簡約階段行列になりますということで、まあ、2位の MN 行列 A に対して、まあ、ある行列を正則行列ですね、正則行列をかけて簡約階段行列にすることができますというのが、まあ、一応定理 2.1 の内容ですので、確認しておいてください。で、実際にはこの B というのが、その正体はどういう行列になるかといいますと、これは、まあ、前回の授業で主に扱いましたけれども、前回の授業で扱った、この、行基本変形ですね。その行基本変形を、表すその基本行列の積で、この B というのは表すことができます。というのが定理 2.1 です。のもう少しちゃんと数式を使った記述です。でそれから、同じく定理 2.2 ですね。定理 2.2 は前回はその簡約階段行列というのは1位に定まるということを書きましたが、これももう少し式を使ってちゃんと書いておきます。A を、まあ、MN 行列としまして、まあ、これに対して、まあ、P1、P2 という行列が存在したとしましょう。P1、P2 は、M 字の正則行列とします。で、
存在して、でこの P1 をその A の左側からかけた行列と、それから P2 を A の左側からかけた行列が、まあ、共に簡約階段行列になるならば、P1A イコール P2A が成り立つと。ということで、もう一回繰り返しますと、その2、MN 行列 A に対して、まあ、ある M 字の正則行列 P1 と P2 というのが存在して、で、もし、その P1A と、それから P2A が、共に簡約階段行列になるとするならば、P1A と P2A は等しいと。すなわち、その A のをこう簡約階段行列に直していくと、その形というのは常に一通りに定まるというのが、この定理 2.2 の内容です。ただし、ここで気をつけていただきたいのは、その最終的に簡約階段行列になった形はこう常に一通りに定まるんですけれども、その例えば A を簡約階段行列にする過程ですね。だから どの行をどう消去して、どの行をどう消去してっていう順番は必ずしも一通りに定まるとは限らないと。だから同じ簡約階段行列を直すにも、その変換の仕方はいろいろな異なる種類の変換の仕方が、まあ、存在しているということに注意してください。ここまで一応前回の授業の補足なんですけれども、何か質問などありますでしょうか。そしたら一応ちょっとまだノートを写している人がいるようですので、少し待ってから、まあ、今日のセクションに進みたいと思います。ちょっと黒板を先に上げちゃいますね。それで今日はその前回の終わった箇所の続きですね。教科書で言いますと41ページのセクション 2.2 逆行列の計算というところから入りまして、で今日は主にその逆行列の計算と、それからその次のセクション 2.3 の連立一次方程式の途中まで進みますので、だからまあ今日は主にその逆行列と、それから連立一次方程式を扱います。じゃあ大体の表を写し終えたようですので、逆行列の計算に行きましょう。で、逆行列を計算ということなんですけれども、これから考える話は、その、まあ、ある正則行列が与えられたときですね。正則ですから当然それは正方行列なんですけれども、正則行列が与えられたときに、まあ、その逆行列を、まあ、言ってみればお手軽に計算する方法を見ていきます。でその際に、その行列と、それから行列をその組み合わせて並べて新しい行列を作るという操作をしてが必要になりますので、一応その定義を書いておきます。教科書でも、教科書41ページの上から4、5行の間に書いていますけれども、一応これを定義として書いておきます。
行列をブロックとして並べた行列の定義なんですけれども、まず、A を M 行 N 列の行列としまして、それから B を M 行 L 列の行列とします。で、ここで注意していただきたいのは、その A と B の行数は等しいですね。どちらも M 行です。で、列の個数は、まあ、異なって、必ずしも等しくなくても構わないということです。で、これの時に、この A と B をそれぞれ、A は左側、それから B は右側のブロックに持つ行列を作ります。で、この、まあ、A と B をですね、それぞれ並べた行列を、このように A 縦棒 B でと書いて、それを、まあ、括弧でくくった形で表します。一応その教科書のですね、最初の41ページの上から5行ぐらいのところに書いてある行列の定義はこういったものです。で、一応ですね、そのこの A と B を並べた行列の、まあ、行数と列数を数えてみますと、行数は、これ横に並べてますから変化ないですね。行数は M 行と。それから一方で列数は、この A の列数と B の列数の和になりますので、N プラス L 列の行列となりますので、確認しておいてください。まあ、ここまで質問ありますか？ここまでは大丈夫ですね。はい。で、じゃあ次にですね、その、このセクションで扱っている話というのが、正則行列が与えられたときの逆行列の作り方です。で、具体的にどうすればいいかというと、具体的にはその A ですね。N 次正則行列 A が与えられたとしましょう。で、その時に、どうするかと言いますと、まず、A と N 次単位行列を並べた行列を作りなさいって言うんですね。まずこういうのを作ると。で、こういうのを作ったら、この行列の行変形を行って、この行列の行変形を施して、で、どういう行列にしてしまうかというと、もともとこの A が入っていたブロックが、N 次の単位行列になるように行変形をしなさい。というのが、ここでやる操作なんですね。
で、こういう行変形、まあ、こういう行変形どうやるかっていうと、ちょっとこの後で例題で見せますけれども、で、こういう行変形を行うと、その求めた B ですね。B というのは、この行列を行変形していったときに、もともと N 次単位行列が入っていたところが、行変形で変形して得られたブロックの部分なんですけれども、実はこうやると、その求めた B が、A の逆行列になると。というのが、まあ、このセクションで扱っている逆行列の作り方です。ということで、じゃあ、もう少し具体的にですね、ここの A と EN を並べた行列から、そのどういう行変形をやって、まあ、こういう EN と B を並べた行列が得られるかということについて、まあ、教科書は41ページに例題 2.3 というのがありますけれども、結構板書をして皆さんも写すのは結構しんどいと思うので、今日もパソコンでちょっとデモンストレーションをしたいと思います。ですので、一応大体写し終えましたでしょうか。もうちょっとですかね。じゃあ、すいませんが、まだの方はちょっとデモが終わってからまた続き写してください。はい、じゃあ、いいですかね。じゃあ始めましょう。それでは、計算なんですけれども、まず前回の授業と同じように、まず基本行列の定義を、定義というかその関数ですね、この数式処理システムで使う関数の定義をやっておきますので、まず行列の、まあ、第J 行の C 倍ですね。で、2つ目に、その、第 i 行と第 j 行の入れ替えですね。で、最後3つ目に、行列の第 i 行に第 j 行の c 倍を加えるという関数を定義しておきます。で、これで、以後の計算を進めましょう。後ろの人見えますか？このぐらいの大きさで。いいですか？はい。で、一応教科書の41ページの例題 2.3 を取り上げました。A というのはこういう121241112という行列で、この逆行列を求めましょうという話です。ですので、まず最初にこのマスマティカに、まずこの行列 A を代入しておきます。それで、まあ、A はこんな形でこう入るわけですね。で、次に、ここのセクションの計算手順では、その、まあ、行列 A と、それから、3次の単位行列を並べた行列を定義しなさいということですので、まあ、これを AA という名前で定義しておきましょう。で、まあ、ちょっと今回はそのマスマティカの詳しい構文については述べませんけれども、まあ、興味のある方は後で各自で見てみてください。で、このようにして定義しますと、まあ、こんなふうに、その、まあ、左側のブロックが行列 A で、それから右側のブロックが3次の正方形、3次の単位行列という行列が定義されました。で、これからやることは、この左側のブロックの A をですね、その行基本変形を積み重ねることによって、その単位行列に直しましょうという話なんですね。で、もう少し具体的にはどういう手順からやるかというと、まず、この第1列に着目します。第1列に着目しますと、これ行変形を行って、その単位行列になったとしたら、その11成分だけが1で残って、あと21成分と31成分は0にすればいいわけですよね。そうすると、この第1行の何倍かを
この第2行と第3行に加えるということで、この21成分と31成分がちょうどゼロになるような、そういう行変形を行います。で、まず最初にその第2行のこの2という要素をまあゼロにしたいと、そういう時にはそのまあ基本的にはその第1行の何倍かを第2行に加えるんですけれども、まあこれはどうすればいいかっていうと、まあここでその第1行のマイナス2倍をまあ第2行に加えればこの21成分0になるわけですよね。で、そこでまずその第2行にその第1行のマイナス2倍を加える基本行列をまあ Q1 として定義しましょう。で、Q1 は行列の形ではこういう形になります。一応この元々の最初の行列の形ちょっと覚えておいてください。で、今度はこの Q1 を先ほどの行列の AA の左側からかけてみます。で、これを A1 と置きます。そうすると、ここで見てわかるように、この第2行、21成分がちゃんと0になりました。で、次に同じようにして今度、第3行にですね、でこの31成分を消したいので、これ出したら第3行には第1行の、マイナス1倍を加えればよいということになります。で、そのための基本行列を Q2 と置きましょう。で、Q2 はこういう形をしています。で、この Q2 を A1 の左側からまあかけてみましょう。で、そうしますと、これ A2 と置きましたけれども、こういう形になりまして。で、ちゃんと31成分も0になって、これでまず第1列の消去は完了したということになります。で、次にとやることは、この行列の第2列に着目しまして、この第2列が上から0、1、0という形になればいいわけですよね。で、そうすると、ここでちょっと困ったことがあって、それは、本来この消去に使う、この、22成分ですね。22成分が0以外の数であってほしいんですけれども、残念ながらこれ22成分が0になっています。ですので、別な行と先に交換しておく必要があります。で、ここで、皆さん、第何行とこの第2行を交換すると思いますか？ああ、もう答え書いてますけれども、答えから言うと第3行なんですね。じゃあなんで第1行じゃないのかって思う人いますかね？なんで第1行と交換しないんでしょう？それは、今これ見てもらって分かるように、もし第2行と第1行を交換すると、今度、11成分だった1がこれ21成分に来ますよね。そうすると、本来、この左側のブロックを単位行列にしたかったのに、その形が崩れてしまいますから、そうすると、第1行をと第2行を交換するのは適切でないということが分かります。逆に、第2行と第3行であれば、仮にここを交換したとしても、22成分は0のまま保たれますから、だから、第1列の形には影響しないということで、ここではその第2行と第3行を交換することにします。で、その交換を行うための基本行列を、Q3 と置きましょう。こういう形をしています。で、この Q3 を、まあ、A2 の左側からかけまして、計算結果を A3 としましょう。で、この通り、今度は第2行に22成分が、まあ、非0になりました。ので、まずここの非0の22成分を1にしておきたいので、この第2行をマイナス1倍します。で、第2行をマイナス1倍する、まあ、基本行列を Q4 と置いて、それはこういう形の行列なんですけれども、ちょうどそうですね、単位行列みたいなんですけど、第22成分だけマイナス1になっている行列ですね。で、これを A3 の左側からかけます。そうしますと、無事、22成分がプラスの1になりました。で、今度は、これを使って、その、12成分と、あと、あ、じゃあ、12成分と32成分がどちらも0になるように、その、まあ、行基本変形を行うんですけれども、31成分は0、もうすでに0ですので、何もする必要がないと。で、あとは、この12成分を0にすればよいと。
ということで、どうやってゼロにするかというと、これ第2行のマイナス2倍を第1行に加えることによって、この1、2成分を消すことができます。そこで、その第1行に第2行のマイナス2倍を加える基本行列を Q の5と置きましょう。で、この Q の5ですね、この行列を、この上の行列の左側からかけます。で、かけますと、こんな形で、その見事に、その1、2成分もゼロになったということで、この第1列と第2列の行消去が完了したことになります。あとは、この第3列をうまく行消去すれば、この左側のブロックが単位行列になるということですね。で、そこで、今度はその第3行を何倍かして、第2行と第1行に加えることによって、その第3列をですね、0、0、1というふうにするんですけれども、まずその前に、これ、三成分を1にしておかなければなりませんので、まず第3行をマイナス1倍しておきます。で、その基本行列を Q の6と置きます。で、この Q の6を、この上の行列の左側からかけます。かけますと、こういった形になりまして、まず、この三成分を1にできました。で、今度はこれを使って、その、1三成分と2三成分を0にしますけれども、まず2三成分を0にしたいと思いますので、その第2行に、第3行の1倍を加えることにします。で、その基本行列を9の7と置きます。で、この9の7を、この行列の左側からかけます。で、そうしますと、こういう形になって、ちゃんと2三成分も0になりますね。で、最後はこの1三成分を0にしたいと思いますので、そのために、この第1行にですね、第3行のマイナス3倍を加えることにします。で、この基本行列を Q の8と置きます。で、こういう行列ができましたので、この行列を、この上の行列の左側からかけます。で、かけましたら、ちょうどこういう形になりました。で、これで、左側のブロックがちょうど、3次の単位行列に等しくなりましたので、一連の行変形はおしまいです。そして、注目していただきたいのは、この時、この、右半分に現れる行列ですね。右半分のブロックに現れる行列が実はこの A の逆行列になっているということです。実際にこれを確かめましょう。で、この、行列の右半分のブロックを改めて B と置きます。確かにこの B という行列はこの右半分のブロックになっていますね。ちょっとよく見てください。で、あとは、この B をですね、まあ、A に、右からかけたものは単位行列になりますし、あと、まあ、念のため左側からもかけてみて、まあ、これも単位行列になるということで、まあ、ここでですね、作った、右側のブロックがちょうど A の逆行列になるということが確かめられました。といった感じで、まあ、逆行列が計算できますというのが、まあ、この、セクション 2.2 の話でした。で、まあ、詳しくは多分、演習の授業でも、問題が出ると思いますけれども、また、皆さん、各自ですね、まあ、今の内容を復習しながら、各自問題に取り組んでいただきたいと思います。何かここまで質問ありませんか？はい、じゃあ、デモの方は無事終了ということで、また板書に戻りましょう。それで、その逆行列の計算を終える前に、一応、今の計算をですね、一通り命題として書いておきます。
N 次正方行列 A が、まあ、正則行列の時ですね。正則行列の時、この A と N 次単位行列を並べた行列ですね。これに、まあ、行変形を施して、で、施した結果が、まあ、もともと A のあったブロックがその単位行列に変わったと。で、もともと単位行列があったところに、この B が現れたと。まあ、なんか、なんでもいいんですけど、まあ、なんかある行列が現れたと。現れたら、これを B と置きましょう。になるならば、なるときですね、なるとき。あ、ときが2回続くの。なるならばにしておきましょう。なるならば、このとき、その B というのは実は A の逆行列になってますというのが、まあ、今回ここで扱った、まあ、性質というか命題です。で、皆さんの中にはそのまあこれがなぜこうなる成り立つのかっていうので、まあ、もしかすると、不思議に思う人もいるかもしれませんけれども、一応、直接ここでは説明しませんが、僕の講義ノートの方には一応証明もつけておきましたので、気になった方は後でアップロードされたらちょっと参照してみてください。ここまでですか。それでは逆行列の計算はこのぐらいで、次に教科書42ページの下の方にありますセクション 2.3 の連立一次方程式に進みたいと思います。で、ここではその、まあ、教科書の 2.1 式ですね、42ページの一番下にある2.1式にあるような連立一次方程式を考えたいと思います。まあ、考えるというのはちょっと抽象的ですけれども、まあ、ちょっとそれは詳しくはこれから説明していきましょう。で、一応板書の都合上この方程式書きますが、教科書にもありますんで、面倒な人は無理して打つ必要はありません。一応確認だけしておきますと、方程式の個数が m 個ですね。それから変数の個数が n 個です。で、まあ、点点点点と続いて、最後は n 本目の方程式が、m 本ですね、m 本目の方程式が、まあ、こういう形をしていると。で、これが 2.1 式です。それで、多分この
次に空箇所に書かれている話は、もしかすると皆さんこれまでにもやったことがあるかもしれませんけれども、この連立一致方程式をその行列とそれから列ベクトルの積の形で、行列やベクトルに関する方程式の形で表すことができますので、一応教科書にも載っているので、皆さんは無理して写す必要はないと思うんですが、一応黒板ではその記号を使い続ける必要があるので、一応板書もしておきます。唐突にこの方程式はって書きましたけれども、一応その式を間に挟んでこう文章として表す都合上ですね、この方程式はこれこれと置くとこれこれと表すことができるというふうに書きますので、一応こういう書き方をしています。まずこの行列 A ですね、行列 A はこの方程式の係数ですね、 A の ij というのを順番に上かつ左から並べたものですね。A の11から A の 1n 以下同様にして A の m1 から A の mn まで並べたものと。それから、もう一つの書き方として、そのベクトル A の j というのをこの行列 A の第 j 列の列ベクトルとします。ですので、要素として、成分としては A の 1J から A の MJ までですね。で、J はどの範囲を取るかというと、1から N の範囲を取ります。それから、ベクトル X ですね。ベクトル X は、この方程式の変数、X1 から XN を、縦に並べた列ベクトルと。それから最後に、ベクトル B は、この方程式の右辺の値ですね。右辺の値、B1 から、B の M を、やっぱり縦に並べた列ベクトルとしましょう。とを置くとと。こんなふうにこう行列ベクトルを決めるわけですね。と置きますと、方程式をですね、この形はよくご存知かと思うんですが、一つは、AX イコール B という形。これは教科書では 2.2 式ではとして載っています。または、もう少しその各方程式の変数を表に出して、x1a1 プラス x2a2 プラス点点点プラス xnan イコール b と。でこれは式の番号が 2.3 となっています。で、と表すことができるということをまず注意しておきましょう。で、この2つの表し方についてちょっとコメントしますと、上の AX イコール B の方は、
行列かけるベクトルという形になっている一方で、その下の 2.3 式の表し方というのは、これ A1 とか A2 っていうのは全部列ベクトルですので、ベクトルの線形結合の形になっているということに注意してください。で、この方程式の話の後の方でですね、そのベクトル、与えられた何個かの、数ベクトルが、線形独立になるかとか、線形従属になるかとかっていうことを議論するんですが、そういった際に、こういった形の、連立一時方程式が、登場すると思いますので、一応こういう形にも注意しておいてください。そこで、一つ、言葉の定義があります。実はここですね、2.2 式で出てきました、その行列 A にはその名前がついていますので、それをちょっと今から定義しましょう。その名前は、係数行列とか、あと拡大係数行列と呼ばれる、ものでして、で実はこの教科書のこの43ページの中ではですね、連立一時方程式に対応する行列という呼び方で定義をしておりますけれども、他のいろいろな教科書を見ますと、係数行列とか拡大係数行列という呼び方は結構一般的に行われているようですので、一応この授業でもそれに合わせてこの言葉の定義を行います。で、まず最初に、式 2.2 ですか。式 2.2 っていうのは、AX イコール B ですね。これのに現れる行列 A をですね、この A をですね、もともとの連立一時方程式これ式番号 2.1 ですけれども、これの係数行列と言います。まず係数行列の方は、この行列 A のことを係数行列と言います。いいですか。で、次に、拡大係数行列という言葉なんですけれども、式 2.2 というのは、この方程式ですね。この方程式の行列 A とですね、それから右辺の列ベクトル、これは B なんですけれども、この B を並べた行列、これを A を左側、行列 A を左側、それから列ベクトル B を右側に並べた行列ですね。で、この記号は A の、ニョロというような字で、読んだ知ってる人もいるかもしれないが、チルダですね。A のチルダと言います。
英語で言うとティルドですかね。一応数学の授業では A ティルダと言った方がいいと思います。まあ、普段使う分には A のニョロでも僕は構いませんけれども。で、こういう強烈 A のティルダですね。これをですね、この行列 A ティルダを、連立一次方程式先ほど定義した最初に与えた連立一次方程式の拡大係数行列と言います。ということで、まあ、どこが拡大になっているかっていうのは、まあ、皆さん見てすぐお分かりになると思いますが、もともとのその係数行列 A の右側に、この右辺の列ベクトル B を加えたということですね。そこが拡大になっているという点に注意してください。ですので、これから連立一次方程式を考える際には、その係数行列、あるときには係数行列を扱ったり、またあるときには拡大係数行列を扱ったりします。ので、それぞれその係数行列とか拡大係数行列という言葉を言われたときに、まあ、すぐにこの定義ですね、この定義のものが頭に浮かぶようにしておいてください。ここまでいいですか。さて、じゃあこのセクションで何をやるかっていうことなんですけれども、実は何回か前、前回か前々回か前にですね、この前回ですか、この第2章の初めにですね、この章では、連立一次方程式のことについて、その行列を通して調べますという話をしました。で、今、これからまさにそれをやろうとしているんですけれども、とりあえずここでやろうとしていることは次のことです。連立一次方程式、2.1 式の解の個数ですね。解の個数は、どのようにして知ることが可能かと。ちょっと回りくどい言い方ですけれども、連立一次方程式が与えられたときに、その解の個数っていうのはどうやったら調べられるかっていうのがまず一つですね。で、また、解をどのようにして求められるかと。この問いに対する答えをこう探っていきたいと思います。で、ちなみにその解の個数なんですけれども、まあ、前回の授業でもちょっと触れたと思うんですが、連立一次方程式のこう与え方によって、この解の個数というのはいろいろ変化します。大体いろいろ変化するといっても、その変化の仕方には3つのパターンがありまして、まあ、1つは解がない状態、もの、方程式。それから2つ目は解がただ1組存在する方程式。で、3つ目は解が無限個存在するという方程式。で、連立一次方程式の
与え方によってその解の個数というのがこの3つのいずれかになります。で、じゃあそれをですね、その与えられた3つを一応方程式を見て、そのどうやってその性質を調べましょうかというのが、問題で、で、まあ、皆さん、お気づきの方もいるかもしれませんが、ここでその行列の話をいろいろ出してきたというのは、実はそのこの問題を調べる上でその行列が非常に有効だということをこれからやりたいと思います。で、そうですね、最初にその答えというかその解法を書いてしまいますけれども、どうやって知ることができるかというと、実はその拡大係数行列、先ほど定義しました拡大係数行列の簡約階段行列を求めれば、まあ、分かりますよというのがこれからやる話です。で、まあ、ここですでに拡大係数行列という6文字熟語が出てきた上に簡約階段行列という6文字熟語が出てきて、どっちも行列と書いてあって一体何のこっちゃって思う人もいるかもしれないなと思うんですが、一応もう少しこうし数式で書きますと、拡大係数行列っていうのは先ほどやったようにこの行列 A に連立一次方程式の係数行列 B に右辺 A に右辺の列ベクトル B をこう並べたものですね。でこれを簡約階段行列というのはどういうものだったかっていうと、この行変形を行ってこのなるべくこう階段の形にした行列ですね、要素の並びをですね。でとなるべくその対角成分よりも上の方にこう要素が集まっていると、対角成分下の方は全部ゼロだよと。でもう少し特徴があって、その階段のような形をしているこの階段の角のところが要素が1になっていて、しかもこの階段の角っこの要素が1になっているところっていうのはそれ以外の同じ列の要素は全部ゼロですよと、まあ、こういう行列が簡約階段行列でした。ということで、これからやる話っていうのはその連立一次方程式が与えられましたと。与えられたときにまず何するかっていうと、連立一次方程式のまあ方程式の係数と右辺の値から拡大係数行列を作りますと。拡大係数行列を作ったら今度はこれをその行変形をどん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 積み重ねていって簡約階段行列に直しますと。で簡約階段行列に直したところでその行列を見ることによってその方程式が解がゼロ全くないか存在しないか、あるいは解がただ一組存在するか、あるいは解が無限個存在するかということを判定できますと。しかもその解をどうやって求めるかという解を表す式も出てきますと。そういう話をこれからしたいと思います。したいと思いますが、今日は残り時間あと15分ぐらいですので、その準備で終わる可能性もあります。とりあえず話を進めますが、よろしいですか？はい。そこでまず、準備のために一つ命題を説明しておきます。
連立一次方程式今回はその AX イコール B の形で表された連立一次方程式ですね。2.2 式の、まあ、両辺に、M 字の正則行列、まあ、大文字の B で書きましょう。B、B、B だとちょっとまずいかな。R にしましょうか。ちょっと B が、この列ベクトルと重複していると紛らわしいので R にしましょう。R を左からかけた方程式。これを RA の X イコール R の B。まあこれ、両辺に R を左側からかければ等しいのは当然ですよね。そうか、教科書では、44ページの1行目にあります、2.4 式になっているんですけれども、2.4 式ではこれ、大文字の B という行列をかけていますが、この子ではちょっと B が重複すると紛らわしいので、かける行列のラージ B を R にしてます。これの解、まあ、をまあ X' としましょう。この X' は、元の方程式。方程式、これ 2.2 式ですね。2.2 式の解であると。解でもあると。すみません、このもう取ってください。ちょっと、もう少しきちっと言うと、その、最初の方程式の解は、こちらの方、R をかけた新しい方程式の解だし、あと逆も成り立つということですね。だから、こちらの新しい方程式の解は、この最初の方程式の解になっていると。だから、最初の方程式の解になっているものだけが新しい方程式の解になっているという意味ですので、ちょっともは取りましたので、注意してください。で、時間の都合でこの命題の証明は、この説明は省略しますが、証明の内容は、講義ノートに、の方に書いてありますので、まあ、興味のある方、気になる方は後で参考に参照してください。それで、まあ、この命題でですね、その何が言えているかっていうことの方が一応大事なんですけれども、この命題で何が言えているかっていうと、例えば、最初に与えられた方程式が、まあ、こういう形でしたと。で、ところが、これにですね、まあ、正則行列をかけた、こういう方程式の解っていうのは、実は元の方程式の解と一致しますっていうことを言ってるわけですね。ということは、何が言いたいかっていうと、さっき、方程式の解の個数を調べるために、取る方法っていうのは、拡大
係数行列からですね、その簡約階段行列を求めて、それを調べますって言ってたんですね。ところが、例えばこの元々の与えられた行列を簡約階段行列にこう変換する操作っていうのは、実はこの正則行列をこの A の左側からかけてると同じことなんですね。ということは、その与えられた方程式の係数行列を簡約階段行列に変換しても、その方程式の解は変わらないっていうんですよ。だから、その元の連立次方程式の例えば解の個数が何個だとか、それから解がどうのように求まるとか、わからないときにはどうすればいいかというと、簡約階段行列に変換しなさいって言うんですね。それでも解は元の解のままだから、まだと。しかも簡約階段行列に直せば、その方程式がより見やすい形になりますので、そうするとその簡約階段行列を係数行列とした方程式を調べることによって、その元の方程式の解の個数もわかるし、あと解の表現っていうんですか、その x イコール何とかっていう形で表すことができるというのが、これからやる内容のポイントです。いいですか？ちょっと、もし、今の話でピンとこない人はですね、また質問に来れば説明しますし、あとは、この今僕が言ったことは、収録されて、後で、録画が上がってますので、それを聞いて、それでもわからなかったらまた質問に来てください。ということで、録画を見てもらえれば何回でも再生はできます。はい。ということで、ここで書くことは、この命題からですね、何ができるかというと、拡大係数行列 A2 ではですね、これを行変形を施して快楽階段行列に変換することで、その解の個数ですかと表現というのはこの式ですね、式でどう表現されるかを探るというのを、これから見ていきます。で、今日は残念ながらその証明に入る時間まではありませんので、そのこれからそれをですね、説明する定理だけ書いておきますけれども、その定理が教科書の45ページの、半分よりちょっと下の方にあります、定理
2.4 ですね。で、一応書いていきますと、連立一次方程式、2.1 式の連立一次方程式は、その拡大係数行列を行変形で簡約階段行列に変換することで、解けると。で、ここで解けると言っているのは、もう少し具体的に説明すると、解の個数と、表現が分かるということですね。で、この解けるというのは、もちろん、その解がないと判定することも含まれます。ですので、解ける、ここで言ってる解けるというのは、まず解が あるかないかというのを判定できて、あと解がもし存在する場合に、この連立一次方程式の場合ですと、解が1個か無限個か、無限大ある、無限個あるかというのが分かると。で、さらに、それぞれの解のがそうですね、どういう、表現というのは、他の解とか、それから、あと方程式の係数を使って、や、あと右辺の値 b、j を使って、どのように表現されるかというのが分かるというのが、ここで言っている解けるという意味です。ここまで質問ありますか？それで、教科書を見てみますと、定理 2.4 っていうのがこう書かれてあって、で、その下にいきなり問題 2.4 っていうのが、来ています。で、証明は一体どこへ行ったんだろうと、疑問に思う人もいるかもしれませんが、実はその定理 2.4 の記述の一つ上の行を見ると、以上から次を得るというふうに書かれていて、実は定理 2.4 の証明というのは、定理 2.4 の本文の上にその内容は書かれています。じゃあ、どこからが証明になっているかと言いますと、これは結構最初読むのは難しいかもしれませんね。実は数学の教科書には、こういうその定理の証明の書き方もするときもありますので、皆さん注意してください。普段は、定理を上がってその下に証明を書くんですけれども、何らかの一連のストーリーがあってですね、それで、こう、ある目的とするものを作った後で、最後にそれを結論として、定理の形でまとめる場合もあります。で、ここの定理 2.4 はまさにそのような形になっておりますので、ちょっと、詳しい証明はまた次回の授業で扱いますが、予習の際にはそういうところにも注意して教科書を読んできてください。はい。で、一応予定としてはこの証明まで入りたかったんですが、残念ながら今日は時間がなくてここまで行きませんでしたので、この続きはまた次回ということにしたいと思いますが、ここに何か質問ありますか？はい、じゃあ。
今日はこれで終わりにしたいと思います。またやりましょう。じゃあ、次の演習の時間は皆さん頑張ってください。以上です。お疲れ様でした。